こんにちは。コインを生成する蛇口を作りました。出てくるコインは、表と裏があり、500円玉の10倍のスケールです。今日はこのコインを使って、ちょっとした実験を行ってみます。今、このコインの重心を赤丸で表示しました。重心は完全にコインの中心に位置しています。さて、もし、この重心の位置が下の方にずれたら、コインを投げた時に、立つ確率は上がるのか?というのが今回の実験内容です。では試してみましょう。まずは重心をずらしていない、普通のコインで試してみます。約1万枚のコインを投げてみます。ランダムな姿勢で生成し、ランダムな方向に飛ばしています。コインが止まったら表裏をチェックして、削除します。立ったコインは、そのまま残しておくようにしました。早速立ったコインを見つけました。綺麗に立っていますね。見たらわかると思いますが、コイン同士の衝突は無視しています。ということで終わるまで少々待ちましょう。あ、Twitter やってるから、フォローしてくれると嬉しいです。ちなみに公式 LINE と、インスタと TikTok も実はあります。まあインスタは放置だし、TikTok は YouTube の過去動画の天才ですがね、ははは。終わりました。今回のシミュレーションの結果では、立つ確率は約 0.3% ですね。300枚投げたら、1枚立つ感じです。では、この記録を基準として、次はこのくらい重心をずらしたコインを投げてみましょう。しっかり重心がずれているのが確認できます。ということで検証開始。どんな結果になるか予想してみてくださいね。コインを投げた枚数ではなくて、表とか裏が決まったコインの枚数を数えています。コインが立つ瞬間にも立ち会えました。ではどんどん行きましょう。はい、ほぼ完了。おーおお、やっぱり立った枚数が増えましたね。そして、重心をずらしただけあって、全部字の傾きが同じですね。はい、面白い。では最後にこれだけ、ずらしたコインでもやってみよう。不自然な挙動を見せてくれます。用意スタート。昔、重心をずらしたイカサマサイコロを投げて、出る目の違いも調べました。とっても懐かしいです。その頃から見てる方はいますか?てか、みんなどの動画で私を見つけましたか?この動画で見つけてくれた人もいますよね。ありがとうございます。今後も、私のサムネイルを見つけたら、ちょいちょい見に来てくれると嬉しいです。検証終わった。お、立つ確率がさらに上がりましたね。やっぱり、重心がずれると立つ確率は上がりそうですね。ああ、面白かった。